いや、なんかすごいね、この前の三輪神社で、すっきりね、嫌なものを落としてきて、でここに来てね、なんか素晴らしい運気をいただいた、この強運っていうのがね、すごい気持ちのいい感じでね、そこにも馬さんがいてるんでね、もしかしたら赤い羽馬が手に入るかもわからないね、いや、羽牛が手に入るかもわからないね。はい、ということでね、ここは那本で、蛇池、入ったすぐに蛇池ってあるんや。絵馬殿、三州殿、まぶしい厚みが輝いてるからです、はい、ということで、いらんこと言っとらんとね、ここやから、今ここでしょう。こっち行ったら、亀池、大鳥南神社、織姫神社、はい、太陽が真上に、太陽まともに真上にあるんや。ではこっちに、もうめちゃくちゃこれなんだ、あれのあれです、歓迎の合図、もちろん歓迎されてるからこんなんが出るんやと思うんだけどもね、ありがたいことです。これ折り曲げるのがもったいないな、額に入れたいけど、家に飾りたいからね、曲がらんようにいきましょう。ね、ここはね、大鳥南神社、南市神社っていうのかな、これが亀池かな、入られへんなってんだけどね。あ、牛がおる。ちょっとね、またランボルギーに変えられるように牛さんにお参りしときましょう。牛さんかわいいな。またね、かわいいランボルギーニが手に入りますように。あ、お賽銭しよう。お賽銭せへんだ、叶えてくれへんからね。どんだけ私利私欲に走るのかっていうのをね。ランボルギーニが大好きなんで、牛さん大好きなんで。牛さんにお参りをして。ここね、大鳥南。あ、南ちゃん、三波神社、ごめん、間違えてました。天照大御神様がお祀りされているところ。菅原の道だ猫、頭の良くなる神様とかね、国と子の御事、一木島姫様の御事、これ弁財天様、芸能の神さんです。これ言うと怒られるけど、一木島姫様の御事が祀られてる。泉の国大鳥居の、三波神社、大鳥の神社する、明治19年に旧大鳥神五重塔後に、あ、ここに五重塔かなんかがあったんが、これに変わったんで、昭和9年にこのが新しくなったって。でね、あ、鈴がありませんって。最近鈴のない神社ね、多いけど、もともとね、鈴自体ない神社の方が得が高いからね、鈴なくても OK なのにね。2200でいきましょう。はい、あ、ここにもさっきの神がある。天照大御神様と
直志肥満の御京都様にお願いして、お願いというかね、これからもね、世の中を良くしてくださいっていうことをね、お参りしてきました。ここは、大明神寺、お稲荷さんかな、じゃあ明神、ね、大明神、安全をお参りしました。で、ここね、このとこにマスクを捨ててやるよ。触りたくがないけど、このままどっかに捨てたいの。こちらの方ね、なんかね、ちょっとね、ネットで見たらね、ちょっと前のなんか台風かなんかで、ここすごい被害があって、なんか荒れちゃってるから入れへんとこがいっぱいあるみたいでね。なんかそんな感じなんで。いろいろとね、大変なことが起こっちゃったみたいで、すごい竹林が綺麗、あ、ここまでかな、ここが多分ね、噂のって、値上がりのクス、値上がりの大クスだと思うね、確か。クスの木がね、根っこが土から上がってきて、で、根上がり、根上がり、根っこが上がる、根が上がるっていうのを含めた大クス。この大クスは当社のご神木で、樹根、ね、根っこが起伏していることから、根上がり、根が上がる、価値が上がる、運気が上がるとされて、古来から商売繁盛、財運向上と伝えられている、根上がりさんと呼んで親しまれている、樹根の部分に穴、楠木神霊を祀る、このね、穴のところになんか神様が宿ってるっていうことでね、ちょっとお参りしましょう。値上がり、ちょっとあちゃん、プライベートだけじゃなくね、ちょっとやらしいことお参りしてね、仮想通貨がね、上がりますよね、と。これにはね、終わりや。仮想通貨の工場をガチでお参りいたしました。このね、この根っこのところにね、神様が祀られてんの、すごいなんか、すごい不思議な木で、これは多分ね、根っこのところに誰かが祀ったんやと思うんだけどね、すごいなんか、徳の高い木って感じ。ほんまは触りたいねんけど、こういう囲ったところで触っちゃダメなんでね、触るのは今回ちょっと遠慮して、ちょっと手だけかざしておきます。金運が上がりますように、ね、はい、ということで、ここから、ここは裏の出口かな、ここから一回、ここからはもう出ることができへん、あ、ちょっとだけ通路があんねんね、こっち、あ、こっちの奥にもなんかそれあるけど入られへん、これも出口やの道やもんな、ここで終わり、戻りましょうか。ということでね、このクスノキはね、値上がりの木って言ってね、まっちゃんは、まあ、仮想通貨もやってんねんけどね、この世の中今ちょっと景気が悪いから、この世の中の景気が良くなるように、お参りさせていただきました。やっぱりね、景気が悪いと人の心もすさんでくる、すさんでくると嫌なことが起こったり、他人に迷惑をかけたり、他人にひどいことをしたりする。景気が良ければね、やっぱり人っていうのは心が余裕ができてくるから、バブルの頃ってそんなひどい、まあ確かに犯罪者おったけど、人にひどいことするのなかった。バブルが崩壊して30年間、この世の中がね、すさんできて、だから景気が良くなるお参りってすごい大事だと思うんですね。もちろんあっちゃんもうわうわってなったら嬉しいなっていうね、ちょっといやらしい気持ちもいるけど、でもそうじゃなくね、あっちゃんは財運を上げてください。その財運を使ってこの世の中を良くしたい。
ってお参りしてきたんでね。だからあっちゃんは儲かったもので自分のもんにしてしまったら罰が当たるからね。だから儲かったら中村村で全世界に安全安心を提供したいなと思ってるのね。だからここでね、牛ちゃんにもお願いしてね、焼肉いただきます、こんな感じで食べるんで、牛ちゃんも食べます。でもそれも安全安心な牛ちゃんをあっちゃんは提供したいっていう気持ちもあるんでね。そんなこんなで、ね、やっぱりね、世の中が良くなるためにお参りするってすごい大事だよね。この、三畑神社でも、天照大神様とか、芸能の神様に今お参りしたし、うちの本殿でもそうやし、そんな感じでね、この世の中が良くなるっていうことをお参りするってのが大事なんだよね。で、やっぱり、この世の中が良くなるためには、やっぱりなんやかんや言うても、龍の神様です。龍の神様にちなんで、ここやっぱりね、来た人の書いてあった紙にもドラゴンボールのこと書いてあったけど、やっぱりドラゴンボールっていうのはね、やっぱこの、すごい考えられてるアニメやと思うんで、で、ここがそういう神社やから、そんなね、お祭りされてて。だから、あられちゃんとドラゴンボールコラボからしてます。はい。厚みは、厚みがあられちゃんでした。はい。ということで、最初の挨拶が、じゃでした。はい。ということで、今日のあっちゃんの、参拝神社は、泉の、堺大鳥神社でした。すっごいね、いい気をいただいてね、おみくじもね、今日、二人揃って、今日、こんなすごいことはないなと思って、これからもね、今日コンビで、あっちゃんねる、全力で頑張っていきます。この世の中を良くするために、私の体は全て神様に委ねてきました。では、またね。バイバイ。また蜂来た。蜂が、蜜蜂やね、これね。そんなとこ蜜入ってない。どこ行くの？こういうね、蜂さんとか寄ってくる、神社で蜂さんとか寄ってくるってすごいいいことやねん。結構蜂怖いんやけど、これ水鉢さんってすごい幸運な、虫で、怖い、でも怖い。液中でね、人の体を良くする蜂蜜を作る水鉢さんがね、神社で寄ってくるってめちゃくちゃいいことやねんね。いや、めちゃくちゃ幸運感じました、ここ。でも怖い。よかったで、そろそろ怖いんで、車に乗ります。またね、バイバイ。